ラムサスのことか。ああ、これエリーのやつだよね。アニマの器っていうのはギアの出力をすごい上げれるようなものだと思ってもらって、でアニムスっていうのはそのアニマの器の適合者みたいな感じかな。そんぐらいでいいでしょう今のところ。あー、これ結構重要だな。最強いくわよ。あ、発煙が来るか。いやー疲れた。ゲートの攻略法はああいう感じと。シェパとついだぞ。マリア・バルタザール。あの、カラミティのおっさんだろ。よせてんの。おい。悪口になるぞ、それ。親族だろ、この。ああ。なるほどね。おじいちゃんは今、地下にいるよ。地下で遺跡を掘ってる。ここ数年会ってない。うん。まあ元気ではあったな。すげえ嫌われたけど。いやーやっとシェバトだ。ほい、パート18やっていきましょう。シェバトの街を探索しよう。この街がね結構楽しいんですよね。何やってんだこれ。何してるって。はっはっ、やめた方がいいかもしれん。聞かない方がいいかもしれんな、これは。聞かないようにしよう。ああ。なんだと？売ってくれよ。じゃんけんバッチ。大変だったんだぞ、これ、テンニョルロ。クレームバッジ。こんな交換をするんだ。遊び人バッジセット。おお。そのために俺は取ってきたんだよ。嫌です。嫌です。まあ、これ交換すると、アイテムがもらえるんですけどね。手に入るアイテムばっかりなんで、生命として扱ってくれる。うん。ぬいぐるみの扱いしたりな。これはそうとも限らないでアイテムがもらえる。現実を教えてやろう、この父に。うん。まっすぐ出ちゅね。僕はそれです。もっといいのをくれ。俺が現実を知ることとなるぞ。ソラリスの奴らは、なるほどね。食われた。うん。暁と黄昏と闇を得た者が天への道を登る売賢者。推進。長きにいる父に押し置こうがよかろう。多分落書きだろ。こいつに乗っていくか。よっ。大きな天使は遠く暁を見守り。黄昏は500年前の迷子の腕でまどろむ。大怪獣が闇を飲むか。釣り。まあまあ好きですけど。
いいと50ゴールドくれ。何立派な、そうかな。俺のマグ来たぞ。釣り上げる。マジで。くそ。許せん。毎度。お、来た。今回はちょっと粘ってみるか。当たりを見る。ちょんちょんと。でも、このおばあちゃんの策略なのでは、これ。蜘蛛の糸という、あえて脆い材質を使わせることで、50ゴールドを稼ごうという。そういう魂胆か。もっといい糸あれだろ？こんな近代国家だったら。一気に釣り上げよう。うわぁ、これどうなってこれ。やったえ、ちょっと、信じられないな。どういうドットですか、これ。口を開けて見せてくる。常闇の石。あー、ここなぁ。手に何か持ってるぞ。黄昏の石。そして残り一つは、この女神がね、指し示す方向、ここにあると。暁の石。はめよう。勝ち。埋め込んで、上がりましょう。賢者の隠れ家みたいな。父の魔神像を手に入れてしまった。すべての始まりで何がはどうなるだろうと。そんなことはわしゃし共に来てもいいし。はあはあ、おークライシスパワー。めちゃくちゃ手に入る。手に入れすぎだろ。うわー、開放的な空間を演出演出してる。サイスの連中にやられた。まあ正確にはソラリスではないっちゃないのかな。じゃあ、漁らせていただきます。命の奪い合いをしている。でもこの3人暗いメンバーだな。ちょ、バルトでも入れておけば。終わりはない。ここにいるって分かったんだろう。ダンス。遠い日の子供の思い出。いやー、うぅ、ゾクゾクしますね。ちょっとこの音楽と相まって。こちらです。ようやくゼファー様。ロリババーことゼファー様。いや、開けといてくれよ。こう後ろから人が来てたら開けておくくらいの優しさを見せてくれ。やっぱそういうとこは子供だ。ああ、ワイズマン。胸に道草を送っていた。連れてってくださいよ。どうやって来たの本当に。
大変だったよ、ここまで登ってくんの。中へどうぞ。よくぞ参られました女王。うん数えてるんだ。こんぐらいだったらもうどうでもよくないそうだけど、まあでも女子だから動画の投稿日誕生日なんだけどみたいなことを祝ってみたいなことあれだろうな、あの男に会って。本当に償いだからこれ、昔の話、本当に昔の話。アイズマンからいろいろ聞いてる。はい、うんうん、ほう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 。力を貸していただきたい。トラリスやっつけようと。お説ごもっと。確かにね。それもどうかと思うけどな。まあ一回やってみようと。一回民主党をトップにしてみようと。そしたら民主党全然ダメで自民党とか、まあそういう話か。はい。両親友情も的です。そこだよね。承知の助と。本当か？口だけじゃないのか。あ、やっぱり500年の思いだこれ。上に立てない。500年の重みがそうさせてる。だってここの中もね、かなりいいマップ、いいマップというか探索しがいがあるので、探索していきましょうか。お、豆腐さんが開発したもの。うん。マリアのお父さんっていうのは、まあ、研究者、脳神経の研究者とかでしたっけね。多分。イジェミーな。ああ。こいつのおじいちゃんバルタザールが救出しに来てくれたんだよね、確か。でもお父さんは。まだソラリスに捕まったまんまってことか。ああ。ちょ、ハゲおる、ハゲ。そういうことですね。洞窟小さくなっていく。ハゲが。カメラ目線。いやもうすぐ会えるよ。きっと会える、もうすぐ。つかきっと助け出す。必ず。いやー、ゼプツェンかっこいいな、しかし。フェイ一言、誰も一言も返してない。まあ返す言葉もないか。いきなりマリアちゃんが上にいると。どうしようかなって思ってるとこですけどね。死の裏を書くために。はあ、おお、このアレンジですね。
はい。3年も経ってしまった。いや、一人で勝手にそらすに行っちゃダメだよ、そりゃ。まあ、そうだけどさ。強いけども。一人で行くのはやめような。そんなお使いじゃねえんだから。それ止めるよ。お父さんがまだ捕まってるんですよね。お父さんが逃がしてくれたから。それを黙ってみたいって人。お父さんの安否が気にしてると、ソラリスの。ゼプツェンっていうのは、お父さんがね、この少女に乗せて逃がしてくれたと。ここになんとこのキッチンにユイさんがいるんですね。ユイさん、お久しぶりです。あら、いらっしゃい。本当ですか。卵あげませんよ、私。ユイさん、どうしてそうね、砂漠でイフを見ましたけど、あれはまあユイさんが呼んでたってことなんだよな。うん、そうだったのか。うん、ちゃんと誤解は解けたんだな。でもましたオッケー。ちょっと待って切り替えが早すぎないか、フェイ。まあいいですけど、チュチュお友達、みのりちゃんおしゃべりでちゅねえな。ほんとおしゃべりでちゅねえ。へえ、人間ショーも忘れちゃった。何話してるんだろう。地上人にちょいとした細工を施すことにした。遺伝子をいじくった。なるほどね。リミッターが取り付けられたということですね。なんかこう不自然にみんなの記憶から歴史のことは消えてたり、まあ違和感がないっていうのはこのリミッターがあるからなんですよね。うん、管理された世界である。地上人にリミッターを施す計画の中心人物、カレルレンがリミッターをみんなにかけてしまったと。図書館、うわ、村長がいっぱいいるじゃん。ディアボロスの崩壊を切り抜けた場所。なるほどね。500年前の大戦っていうのはまあ、ディアボロスの崩壊って。ゲートで守られてる。なるほど。それが500年も続いてるんだ。ガゼル法院と呼ばれる12人の長老を中心に据えている。テレビの中のやつらなんだ。ですよね、このガゼル法院っていうのは。無造作に処分されたのです。これがね、あんまりにも力で行き過ぎたからな。なるほどね。はい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 。オマーン時代が持ち上がった。あなたなんて癒し出現したのじゃねえ。やばかったんですよね。まあこれグラフのことなんですけど、グラフが人類の9割以上を死滅させてしまった。ディアボロス、これが、うん、謎の軍団。ソラリスもダメージを受けたんですよね。
巨人の力のおかげ。これな、ファティマ王朝の歴史で説明したやつですよね。ゼファー王子はあんまり悪くないんですけどね。ギアバーラーなんだそうだ。決心をつけました。心は決まったよ。む。マジか。ゲート発生機破壊。なんだって？これはチラチラ俺の方を見ていたな。共に行こう。ビデオ残していくか。行商人の私がたまたまここにいた。そういう旦那。シェパートで信頼できるのはこの父か、モチ先生ぐらいのもんだ。このパワーマジックを、しこたま買おう。いやー、ちょっと金減なくなってきたな。9個ぐらいもあれば、十分でしょう。奥の方で父が見てるんだけど、あいつはまた別の行商人じゃないの。防御シャッターが閉じてしまっている。ここです。でーん。シェバトのマップ。エンデンルート。クイーンロッド。なんか俺の攻略メモに、ジャンプするとマリアのパンツが見えるって書いてあるんだけど。見えないぞ。教えてくれ、当時の俺、どこからその情報を得たの？一体どういうことなんだ？教えてくれ、当時の俺。天井のエプロン。ルビーメット。あれ？なんか、知った顔がいるような気もするが、しかとしたい気持ちを抑えて、そこのドアが開かなくてよ。マジか。開かないんだ。こいつどうやって登ってきた、ここまで。ガリアンウィップ。スモールアンプ。なんかいる。なんかいる。ちょっと一旦スルーしよう。よし。セーブするか。さてと、行きますか。こいつ、フェイのレベルが上がるから。エーテル源泉をやりましょう。ちょっと回避は今回は勘弁してくれ。動き出した。後回しにしよう。回避は辛いことは後回し。エーテル攻撃するんだ。うわー、かわいい。このマリアの声って声優さん特別にいないんですよね。スクリーンの後方の人が声を当ててるらしいですね。あの、来てくれエーテル。ふんふいふいふい、くっす、ふい、あれふい、これやばいんじゃない。うわー、20分ぐらいか。やばい、エーテルで20分。やばいな。いよいよやばい領域に入ってきたかもしれない。お待たせ。20分以上待った。人生について考えて。おい、エリーの冷たい目を、お前はしかと見届けろ。じゃあここでレベル上げる必要はなかったんじゃないのか。まあいいや。よし。この先が格納庫なんですけど、ちょっとここの敵のね、ティアーズっていうやつから、軽合金、15機じゃなくて、軽合金と、装甲版プラス5、ドロップするので、まあ、それをレベル上げがてら、狙いつつ。ちょっと。ちょっと強すぎない、こいつ。
ほい。ほい。本当落ちるのかこれ。あ。こっちか。まあまあ。はい。ちょっとどいて。お、で、1ってで見えてるぞ。ちょっとどいて。どいてくれ、そこ。ちょっとずるだけでいい。全然ずれんや、こいつ。警合金かどうかだけ見して。つっ。あっ。いやー、やってきたか。エリーは死んでしまったけど。1時間ぐらいかかったんか。なんか麻痺してるな。1時間ぐらいって。1時間もだよ。とりあえずフェイとエリーのレベルを上げてしまいますかね。よし、一発で生きてくれ。ですよね。よし。あー、夜遅く撮り始めたのもあって、もう朝になってしまったので日が昇ってしまった。今日はこれぐらいにということで、50まで上がったし、続きはまた次回と。今回の解説はシバとの歴史について。以前のシバとはバベルタを本土とする史上最大の国家だったんですけども、500年前の大戦で被害を逃れるために一部の市民だけ乗せて首都自体が離脱と。これが空中国家のアウラ・エーペイルとなっています。500年前の大戦の際、シバトには皇帝がいて、その第三皇女としてゼファーが生まれています。ただし実権自体は長老会議が握っていて、その長老たちが政治を回していたと。ゼファーはニサンへ大使として送られて、当時のニサンの凶暴ソフィアと共に地上軍のヒロイン的な存在として扱われたわけですね。そんな中、ソラリスがシバトへ侵攻して、ゼファーの家族、つまり皇族が全て殺されてしまうと。さらにシバトの長老会議の裏切りにより、ニサンの凶暴ソフィアが死んでしまいます。この裏切りによって様々なことが起きまして、グラーフが生まれて崩壊の火へとつながったり、カレルレンはお前ら最後まで見届けろよということで長老たちに延命措置を施すと。ゼファーも長老たちを止まれなかった責任を感じて自ら延命措置を希望します。この後ゼファーは長老たちを更迭して女王へと即位しました。現在はソラリスに追われている人々をシバトへと導いて反ソラリス勢力として力を蓄えているんですけども、まああんまりうまくいってないというのが実際のところみたいですね。ということで、ありがとうございました。また次回もお願いします。